皆さん、グーモルー、徳井さらです。今日はですね、またまた秋葉に来ちゃいまして、こちらです、ガチャガチャショップ秋葉原店。いや、秋葉はね、結構ガチャガチャいろいろ回してきたんですけども、もうね、秋葉はこうやってショップになって、お店の中にぎゅうぎゅうにガチャガチャが入ってるんですよ。2020年冬コレクションをちょっとチェックしていきたいと思います。今日もこれだけ玉用意したんでいっぱい回せたらなと思います。それでは早速ガチャガチャしていきましょう。早速見ていきましょう。なんか可愛い、ワンコシリーズがいっぱいある。え、この辺全部動物だ。可愛い、いろんなシリーズがあるんだ。拒否犬、拒否犬、これ可愛い、太極拳、全集中は気になるな。ちょっと早速もう入り口のやつちょっと回してみましょう。太極拳ね、ハグが出たらいいな。じゃ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 ん。さあ、何が出たんでしょうか。はっ、よっ、お、これはなんだ。これミニチュアダックスフンドの女っすね。めちゃめちゃ太極拳の可愛いポーズを撮っております。いや、やっぱ動物系って鉄板なんですよね。え、可愛い、巨神キャットリターンズ、可愛い。あ、ハリネズミじゃん。私の秋葉原の思い出、ハリネズミちゃん。あ、でもこれも可愛いな。何か持ってくれるわけですもんね。え、ナマケモノがいいかな。私大好きなんですよ。やっぱのんびりしててめっちゃ可愛いじゃないですか。はい、出ました。無理やりこじ開ける。はい、出た。これは出た出た。これなんだなんだ。あ、ウェイみたいになってる。あ、木にしがみつく二指なわけもの。かわいい、優しい表情なんですよね、怠け者ってね。あ、あ、あ、虫虫虫虫シリーズ。いや、もう秋葉に来たらもうさ、カブトムシみたいな。え、でもカメがいいな。カメすごいよ。へー、え、ちょっとカメ回してみましょうか。いや、カメ好きなんですよ。初めて飼ったのはカメだったんで、思い入れがね。待って、ガチャガチャって普通さカプセルに入ってるんだけど、これなんかもうまんまのラップされたカメみたいな。あ、見て、じゃ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 ーん。こんな、うわー、くるまれてるカメ、かわいい。え、全然わかんない、違いが。放射ガメ黒、放射ガメ白、放射ガメ黒かな、これは。じゃあ、え、最も美しいリクガメ、放射ガメが登場、一押しのやつが出ましたね。これも入れていいのかな、カプセル。はい。え、なんか出んのかな。え、どうなるんだろう。あ、でもなんか立つ立つ立つ、どうやってどうやって立たせんだろう。え、あ、ちゃんとカメの動きに反らないと取れちゃうのかもね。すごい、え、めっちゃ稼働するよ。こんなに稼働するカメある。こうして、出る出る出る。思ったよりニューッと出ましたね。で、足をつけたら出ました、放射リクガメ、クロちゃん、かわいい。いや、これはかわいいわ。え、すごいね。じゃあ、あとはそうだな、あ、出た出た、おにぎりング。これはね、大人気シリーズなんですよ。ちょっとおにぎりングもね、
回しちゃいましょうね。何がいいかな。でもやっぱいくら、いくらがいいかな。いくら食べたい。いくらおにぎり。これだっておにぎり型のケースに入ってるんだよ。はい、ほがほか。いただきます。食べれそうなねサイズ。じゃん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 。うん、いきます。いくらちゃん結婚してください。おお。いくらゲット。ここに。はい、どうでしょう。おにぎりといくらと、ここにおかずあったらね、吸いますよね。こうやって食べますか。だってさ、このケースもさ、飾っても可愛いし、最高ですね。ちょっとね、お隣も、鬼滅さんやっぱいっぱいありますね。いっぱいある。え、富士そば、可愛い。あ、これがいい。能面持ってみた。めっちゃ可愛い。これ回してみましょう。どれがいいですか。ね、ガングロがいいな。これが多い。はい、あった。さあ、何でしょうか。はい、あ、すごい。今日さ、百発百中じゃない。ガングロー出たー。すごい。これつけられるかな。ちょっとね、私にはちょっと小さいかな。めっちゃ可愛いね。いいものゲット。え、これ何？手紙が入ってるってこと？200円なんで、ちょっと妹からの手紙交わしてみましょう。はい、手紙が入ってる。え、ちょっとこれ後でちょっと読んでみましょうか。はい、ということで今日は秋葉原の、ガチャガチャショップでいろいろ回してきました。なんとこのね、おにぎりングのいくらもう的中ですよ。ゲットと、さらにね、このはい、カメちゃん。いや、めっちゃかわいい。こんなでっかいカメもゲット。さらに、対極拳と怠け者と、あ、ガングロの能面ね。いや、いいですね。これ結構いいな。じゃあ最後は、あの妹からの手紙200円で出てきたやつを、心を込めて読みたいと思います。すごい懐かしい。なんかこういうクラスで手紙回すときみたいなね、折り方になってます。読みますね。拝啓お兄様へ、ますますのご繁栄のこととお喜び申し上げます。さて、私事になりますが、昨日初めて生ハムを食すことに成功いたしたことをここに謹んでご報告申し上げます。食事については常に全力を尽くしてきた所存でございますが、生ハムにおいては唯一かなわず、私の経歴に傷をつけていました。それが30数年の時を経てようやく叶いました。滑らかでダイヤモンドのような光沢で、どこか儚い私のような食感でございました。ここまで応援していただき、恐縮至極に至極至極に存じます。略儀ながら初中をもって取り急ぎ報告つかまつりました。どういう設定の妹なんでしょうか。でもこれを可愛い妹が書いたと思うと、お兄ちゃん宝物にしたいと思います。はい、ということで、この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。